空論城にどうしても行くつもりなのね。はい。義とは？正しいことのためにためらうことなく行動すること。たとえ義を破ることになっても、俺は乱帝を許さない。俺は奴らを許さない。やだ、指名忍者行かないで。父さんと母さんを殺した奴を見つけ出すんだ。見つけ出すって？私有門が知っている。私有門に入るの？悪魔に魂を売っても必ず復讐するんだ。やだやだ、お兄ちゃんまでいなくなったら。必ず帰ってくる。元気でな。そう、かかってきなさい。え？断定は冷酷非常と聞いているわ。私に手間取るようじゃあなたの命はないわ。引導。エイフ。海底血。断定ならあなたはもう死んでいるわ。一度くらい当ててみなさい。今の技は外門長中八極拳六大会の一つよ。八極拳六大会。この技を覚えてから行きなさい。俺にこの技を？外門長中は攻撃をかわしながら相手の懐に飛び込む。体勢の崩れているところに長中を打ち込む。相手の力と攻撃が重なり威力は計り知れない。まず型を教えるわ。重心を後ろに移すのと同時に腕と足に力を込め、肘を打ち出す。これが外門長中よ。最初は体さばきからやってみなさい。一歩だけ重心を後ろに移すの。そう、体さばきはそれでいいわ。次は一歩下がるのと同時に腕と足に力を込めるのよ。やってみなさい。どうやら型はできたようね。でも外門長中は相手の懐に飛び込んでこそ進化を発揮する。攻撃を読むことが大切よ。空腹を重ねるしかないわ。歓喜。はい。彼の相手、歓喜の攻撃をよく読んでタイミングを合わせるのよ。手加減は無用よ。本気で打ち込みなさい。わかりました。始めなさい。いや、できたようね。今の動きを忘れない。はい。
その呼吸だ。どうやら掴んだようだ。なぜ俺に技を？老師はお前の命が心配なんだ。俺の命が？邪道に落ちてはいけない。剣法は人を生かすためにある。それを忘れない。行きなさい。